はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、サバイブオンラフトね、やっていきましょうかね。ご覧ください。お気づきかと思いますけどもね、イカダをね、ちょっとだけね、整備して、はいはいはい。以前ですね、足場はね、ここまでだったと思うんですけど、ここがね、この板のところがなくて、っていう風だったじゃないですか。うん。ちょっとね、床をね、拡張しました。で、カヌーのね、場所も少し変えたりなんやかんやして、あとね、この、ほら、これ何でしたっけ？なんとかかんとか、雨のね、水のやつ。これもね、場所変えて、ちょっと待ってください。サメが来ました。ということで、早速、やっていきたいと思います。さて、ちょっとね、途中になっちゃったんですけども、このね、床面積を、まあ、ここまではね、一緒です。この資源網のね、この幅まで一緒なので、ここまで一緒で、ここのですね、この今ちょうど目の前のこの部分、ここをね、追加したのと、あとね、以前はね、ここまでだったんですよ。確かね、ここまでここまで。で、ここにカヌーがあったんだけども、ここもね、床を張ってね、カヌーの位置を変えました。はい。で、その関係でですね、この上ですね、この2階部分、ほら、ずいぶん広くなったでしょ？うん、で、まあ、これ柱もね、打ってなんやかんやしてあってですね。で、当然3階部分もね、こんな感じでかなり広くなったんじゃないかなと。はい。まあ、これでね、一応ですね、いろいろね、もう拡張する準備はできたかなっていうふうになりました。うん。ということで、今回はね、この1階部分のね、ものを、まあ、ちょっとなるべく撤去しちゃってね、もうこれ、例えば、このもう野菜とかなんかは、これも3階に移すでしょ？でね、まあ、ちょっとこのね、荷物、これですよね、この箱、チェスト。うん、チェストは、こっちのね、大きなチェストの方で、もうまとめてやっちゃおうかなと。うん。ただね、レイアウトがね、まだ全然頭の中浮かんでなくて、まあ、2階はね、なんだろうな、生活スペースみたいな方がいいのかな。まあ、例えばこういうベッドがまあありますよね。あとね、ちょっと待って。あとですね、このね、こっちの方じゃなくて、こっちの設計図って書いてある方ね、これの方で見ると、こうね、ソファーとかね、これですね、アームチェア、ちょっと見てみます？ほら。なんかあるんですよ、こんな立派なやつが。こんな感じね。ちょっと試しに置いてみますよ。向き逆じゃないか。あ、これね、待って、椅子に座るマーク出てる。おお。うわー、これめちゃくちゃいいじゃないか。このなんか、このね、なんか当てもないこの漂流生活に疲れた人みたいな。これソファーがでかくて、ちょこんと可愛らしいな。カメラのアングルがね、これちょっとうまく操作できないから、これ以上。こんな風しか見えないですけど。いやー、切ないなー、なんか。うん、こんな感じですね。よいしょ。はいはい。まあ、こういうものとかね。うん、例えばですけどね。うん。あと、なんかほら、なんかいろいろあるんですよ。こうね、洗濯機とか。うん。こういうね、シンクとかトイレとかね。だからこういう風にあるってことは、これあれですよね。もうなんか家とか作って遊べますよね。うん。まあ部屋作りというかね、冷蔵庫とか。だからそれを、まあここでやろうかなと。ね、このあたりでそれやっちゃおうかなみたいな。まああんまり実用的じゃないですけどね。そういう場所っていうのは。なんだけど、まあそういう非実用的なものを2階のこのあたりにするとして、動線的にはですね、まあ、普段ね、こう荷物、こう資源っていうかね、こう物資をこう取るじゃないですか。で、こう取ったもの、集めたものを、まあしまっておきたいなっていうふうに、まあ普通に考えると、1階にですね、この、こういうね、なんか収納スペースがあった方が、まあ楽っちゃ楽なんだよな。正直言うとね。楽なんだけど、ただね、1階の床に物がたくさんここにあるとですね、ちょっとまあ試しにこっち側でもそうなんですが、まあこんな風にこうあるとね、まあいけるか、すぐパッと。どうなんだろうなぁ。これこの上歩けちゃうんだよなぁ。このね、チェストの上にですね、チェストを重ねておくことができないっ
ていうのが、これがちょっと最大のあれなんだよな。壁にもつけれなかったですよね、確かね。もう一回見てみます。この普通の壁を仮にここに置いたとしてですよね。でダメですよね、やっぱりこう床にしかないんだよな、判定が。うん、壁掛けチェストとかできたら最高なんだけどな。何か方法があるんだろうか。チェストがこんな風にこう上に乗れるっていうことを考えて、これ上からでもこうね、開けれるってことを考えれば、しかもこれ、開くアクションがないから、これ、そうなるとですね、半分の高さ、ハーフの高さのものが何かあれば、やれないことはないけど、ハーフの高さないんですよね、これね、柱も。本家の方だったらね、ハーフの高さの柱とかあったりとか。するんだけど、うん。っていうのは、半分の高さだけにして、こうね、この上をね、これ床状態みたいな感じにして歩こうかなと、ふと思ったんだけど、まあだから、ちょっとやってみましょうかね。まあこう、こうですよね。こう置いて、まあこれでも間通れるっちゃ通れるんだよな。敷き詰めるとこうか。そうだな。まああれか。じゃあ、こっち側を生活スペースにして、この半分、この階段からね、こっち側を、まあこんな風にこれずらーっと並べちゃって、ここで資源素材管理するか。っていうとこですかね。まあちょっとゆくゆくはね、そんな風にしたいっていう、まあちょっと今日は方向性みたいなね、話をちょっと今してるんですけどもね。なので、まあ、そうしようかな。とりあえず、じゃあ、今回の作業としては、ここのね、ものを、一旦撤去しちゃいますか。一旦ね。特にこっち側ですね。で、野菜関係はもう3階にもう設置するとして、2階はね、とりあえずのちょっとこの逃がし用の、ちょっと人逃がしするというふうに。まあ、これ。あれですね。仮に置いときましょうか。何が足りない？接着剤か。青。接着剤。もう作っちゃえ。で、ここですね。まあ、こういう風にいけるっちゃいけるもんな。こうやってな。こうですね。サメがね、なんかやたら来るね。サメちゃーん。こっちか？これか。そうしましょうかね、じゃあね。よし。じゃあ、今からね、大移動。これをね、全部ね、撤去してにしましょう。あ？ちょっと待って、変なもん作っちゃった。出た。間違えて Y ボタン押しちゃった。フックめちゃくちゃ作っちゃったよ。ブー。これね、Y ボタン押すとね、まとめて作るってなっちゃうんですよね、これね。もうもったいないな。まあ、いっか。しょうがない。よしよし。とりあえずね、まあそうだな。もう適当にこれもう全部、もう考えなしで、移動しちゃいますか。ね。よし。じゃあね、今から大引っ越し大会始めたいと思います。ちょっとね、今ふと思ったんですけど、これ中入ってますよね。これね、ちょっともったいないから、これだけ1個入れて、これ中入ってる状態の時に、これ今ちなみに今で自分のね、インベントリが、板が全部50、50、50、50で、今200あるじゃないですか。で、これね、今ね、この中に、チェストの中に、アスリートが2個だけ入ってます。で、この状態の時に入ったまま、斧でこれ壊すと、なんだけど、こう書いてありますね。破壊すると建物内のすべてのアイテムが失われます。これどういう意味かなっていう。これ中まで全部ね、なくなっちゃうのか。ちょっと行きますね。こうするでしょ？で、そうしたらどうかって話で、これ3ですよね。ただ、ちょっと待って。小さなチェスト。
人の、いやーこれ微妙っすね。ほら小さなチェスト、これチェストのね素材が板切れ8なんですよ。3返ってきたのがその破壊した分なのか中身だったのかってのちょっと分かんないですね。ってことは安全策で中をちゃんとこれ抜いてからやった方がまあ無難ってことですね。さっき板だったから分かりにくかったか。ちょっともう一回だけ実験しようかな。じゃあ、このフック入れてみようかな。これ入れた状態でじゃあいきますよ。どうなった？あ、なくなりましたね。帰ってこないですね、中身ね。これ、もう一回いきますよ。今、ここにインベントリー、自分の手持ちにフック今10しかないですよね。うん。で、これを、あ、違う。じゃあ、このね、このフックを、この中入れました、チェストの中ね。で、ほら、今持ってないでしょ？ここね、フック。いきますね。これを破壊します。そうすると、ほら、フック返ってこない。だから、やっぱり中にね、物が入った状態で壊しちゃうと、中のやつが消えちゃうってことですね。うん。それだけじゃあ、あれで、あれですね、注意ですね。うん。はい。っていうわけでね、下がね、綺麗さっぱりなくなりました。まあ、若干ロストしてるものもたくさんあるんですけどもね。まあ、細かいことは気にせずにということにしましょう。うん。すっきりしましたね。はい。じゃあ、一旦ね、ちょっと暗くなっちゃったから、一旦寝てですね。うん。明るくなってから、ちょっともう一回続きいきましょうかね。じゃあ、寝ます。はい、おはようございます。じゃあ、もうね、早速行きたいんだけども、今手持ち何も持ってないな。ですね、まずはじゃあ、3階にですね、何か野菜関係行きましょうかということで、ちょっとね、いろいろ持ってきますか？これ持って、これなんだかな？まあいいや。でね、何が作れるかって話なんですけども、苗床はね、大きな苗床の方が、よかったですよね、これね。うん。これ作るでしょ？だから鉄くずがいりますよね。あとね、これもやってみましょうかね。ヤシの木のね、うん、この、なんか、囲いみたいなですね。板切れロープ釘。よし、板切れロープ釘と、さあ、じゃあね、行きましょう。まずは、これ行ってみよう。あー、間違えた。これですね。これ、来た。おー。結構でかい？どういう感じしようかな。とりあえずここ行きましょうか。もうこれまさに本家のもろパクリなんだけどな。で、これはですね、これ絶対これ土いりますよね。だから、これを、来た。土を41今手元に持ってるでしょ？あ、土1個でいいんだ。よしよし。で、さらに、ちょっとじゃあ、ここにしようかな。ココナッツ。まあ、これですよね。ココナッツですよね。そう、どうだ？あれ？何も出ないな。あれ、ココナッツじゃないんだ。ちょっと待って、じゃあなんだ？かぼちゃの種は違うでしょ。人参、キャベツ。あれ？これ違うのか？かぼちゃの種もダメですね。当然ですが。でも、ちょっと待って、まさかのことを考えて、じゃがいももダメ。あれ？ココナッツって何に使うんだじゃあこれ。何かが足りないのかな？ちょっと後回し。じゃあ先にこれやっちゃおう。こうなりますよね。ここに置いて、ハンマーがね、すぐ壊れちゃうんだよな、ハンマー。で、
おおおおお、なんか統一感が出ていいですね。いいですね、いいすね。こうして、で、土入れるでしょ ?3、4。これ、ココナッツってまさか。いや、ダメですね。ここも反応ないな。じゃあ、何からいこうかな。何がいいんだろう、野菜結局。まあ、人参がなんとなくいい気がするんだけど。人参、人参。食べてもうた。あ、人参はね、ダメだ。人参の種だ。種。ココナッツって、まさか種がって話なのかな？人参の種。あ、この辺ですね。ちょっと人参預けて、これなんだな、これ。あ、これか。もしかしたら。これだ。試してみよう。あ、来た。これだ。おお、植えた。ちょっと待って、ちなみに今のやつ、これ何かっていうと、ヤシの種になってますね、ちゃんとね。これはね、あれだ、違うんだ。もう食べるやつだ、これ多分。でも食べられないな。何に使うんだろう、これ。まあ、またそのうち分かるでしょう。うん。で、だからここはね、種だから、ここね、種系だから、人参の種、あ、ありましたね。待ってましたね。人参の種。1、2、3。もう大人参畑でいいや。よし。全部人参だ。それで、じゃあ、向こうのね、ヤシが分かったから、これ、ちょっと増やしましょうかね。よし、こんな感じしました。ちょっとね、雨が今降ってきそうもないから、まあ面倒なんですけど、バケツでね、水汲みましょうかね。うん。ちょっとじゃあね、バケツの支度しちゃいたいと思います。あれ、ちょっと待ってください。めちゃくちゃ生えてきてるじゃん、これ。早っ！見えますかね、これ。ほら。めっちゃニューティング生えている。うおー。不自然すぎる。これ、早送りも何もしてないですよ、今。ほら、ニョキニョキって伸びてってる。早っ！なんだ、この不自然な。うおー。うん、ちょっと今ね、これ、もう一列増やしたんですけどね。すごっ。ちょっと待ってよ。かぼちゃの種とかもあったんで、これもやってみよう。かぼちゃ。1、2、3。かぼちゃ。全部植えちゃえ。5。で、あとは、人参とキャベツもいきましょうか。せっかくだからね。小麦か。え、小麦だって。なんか貴重そうじゃない？これ植えましょうかね。1、2、3、4、5。よっしゃ。で、あと2個植えれますね。あと2個じゃあキャベツにしようかな。よいしょ。おーし。いいね。これヤシの、あ！ココナッツがね、ヤシの実が、なんかなってますね。いいね。意外といいかも。これそうだな、一番上だから、なんかね、柵みたいのもつけちゃってもいいっすね。なんかありましたね、柵みたいな。あ、これか。これにしよう。いいかも。待って、これが、こうか。うん、なんかそれっぽい。よし、ちょっとやっちゃいまーす。はい。ちょっとね、今ね、柵つけてみました。これなかなかね、いいかも。この上のね、この手すりの部分。これがずーっとなんか統一感があって、ほら、なんか良くないですか、これ。いや、意外といいかも。うん。ほら。ちょっとこの部分だけね。
これね、全部ね、こう貼っちゃうと、なんかの時にこうやってパッてね、こう下に降りれた方がいいから、まあ、そこはね、開けとこうかなと思ってるんですけどね、今はね。うん。だからこの、なんかここなんていうんですかね。なんかこう、なんて言ったらいいのかな。栽培所みたいなね、ところは、ここに囲っちゃおうかな、みたいな。あと、あの、奥のね、角2つも何か置けるんで、なんか、ここですね。これ置いてもなんかいいかなって感じ。あ、できてる。ココナッツが。3つなりますね、これ。すご。これ取れるんだろうか、そのうち。まだね、何にもなんか出てないですね。うん、これじゃないな。よーし、よしよしよし。どうすかねこれね。いいんじゃないですか。さあ、じゃあね、ちょっと一旦、寝ましょうかね。はーい、寝まーす。はい、というわけでございましてね、今回はね、こんな感じで、ちょっとこう、なんですかね、やっぱ野菜畑、まあ、畑じゃないな。まあ、菜園ですかね。うん。ちょっとね、植物をね、こう3階にこうまとめて、綺麗にね、まとまりましたね。うん。まあ、あんまり何も工夫も何もないですけどね。うんうんうん。でね、このね、ヤシの木がね、意外とリアルで。あ、ちょっと待って、これ、なんかマーク出てきた。食事マーク出てる。あ、違うか。まだですね。収穫はできないのかな、まだ。うん、なんかマーク出てないですね。うんうんうん、意外とね、リアルかも。ココナッツね。うん。で、ここのね、小麦がね、まだ出てきてないけどね。あ、これ出てきてますね。小麦か。まあ、いずれ、これ小麦ってね、なんかパンとかそういう系に多分なると思うから、そっちの方にシフトしてもいいですよね、これね。うん。あとね、ここじゃなくて、この1階ですね。1階部分もね、もうすっきり、きれい、さっぱりね、もう全部ね、片付いちゃったんで、うん、ここもね、またいずれ何かやっていきたいっていうことですね。それから、まあ、ここですね。ここもね、いずれまた何かを作っていこうという感じでございます。はい。というわけでございましてね、今回はここまでとなります。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。